第150回あずま焼き物広場テレビジョン開したいと思います。今日はですね、千の月っていう題名なんですけども、はい、手書き実演と書いてありましたけども、千の月さんをゲストに迎えて放送したいと思います。皆さんお待ちどうさまでしたという感じでね、はい、結構テレビジョンではね何度かこう出てきてますけども、千の月さんっていうのはいろいろね、カーニバルとか、はい、いろんなところでねこう、まあ、お付き合いがあるというとどうですかね、もう3年か4年ぐらい前から、そうですね、で高木さんとはねやってますけども、まずはですね自己紹介からしていただきたいかなと思いますので、はい、まずはじゃあどっちからいこうかな。私から、はい、はい、千の月の千と申します。どうぞよろしくお願いします。千勝月ですね、失礼しました。よろしくお願いします。もうすでに千の千が分かりそうな気がしますけど、ね、じゃあはい、千の月の高木のり子と申します。よろしくお願いします。はい、あ、バチ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 と今日は実はねなんかしらけどゲストさんがいらっしゃるね、一人特等席で見ていただいてますけども、はい、はいそんな感じでですね、千の月っていうのはじゃあ何なんだとね、まだご存知ない方もいらっしゃるので、今日はぜひともあずま焼きもね広場テレビジョンでですね、千の月さんの魅力をどんどん引き出していこうと思っているんですけども、まず千の月さんっていうのは、まあ、どんなあの経緯で、はい、ね、まあ、要はお店の名前なんですけども、はい、だったか、まあ、こちら広報の係の千くんから、ね、はい、よろしいですか。はい、お願いします。じゃあ千くんから、はい、まず名前からなんですけれども、これ高木さんがつけてくださったんですよね、うん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 、で僕が千勝月って名前なんで、はい、それをもじって千の月としてくれたんです。うん、なんで月なんですか。なんか先が思いやられるようなスタートですけども、綺麗ですよね。綺麗、名前とこう響きがいいなということで、はい、千の月のはね高木さんと今日は千君を迎えてますけども、はい、まあじゃあ千の月になった経緯とか お互いのねその、はい、どんな経緯でこういう風になってきたっていうのを教えていただけませんか。はい、じゃあちょっと長いんですけどかいつまんで。そうですね、5分ぐらいでお願いします。はい、まず僕と高木さんで今千の月をやらせていただいています。で僕たちが出会ったきっかけっていうのは着物カーニバルっていうイベントなんです。あ、聞いたことありますね。わざとらしい、またわざとらしい。私が、ね、主催でしたね。はい、その時はまだあの小杉さんとね、いいやそうですね、はい、僕と高木さんがお会いしたのは第2回の名古屋のカーニバル、はい、はーはーはー、2回目だったんですね。そうです、はい、そうです。で僕は小杉さんの紹介でカーニバルに来ましたし、高木さんは柴川さんの紹介でカーニバルに来ていて、でその時に作品がとってもいいなと思って一目惚れしたんです。誰が。僕がです。あ、僕がね、高木さんの作品に。あ、高木さんの作品にですよね。そうです、そうです。高木さんに一目惚れしたわけじゃなくて。あ、はいはいはい、で、はい、で品物をですね、うん、ちょっと無理作ってもらったことがありまして、あ、それがもう素敵だからね、自分のやつを作ってほしいと、はい、で、いろいろすったもんだしていたらお互い楽しくなってきて、はい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 、はい、で実は僕は将来的にこんなことをやりたいんだ、で高木さんも、はいはい、実は私も将来的に今は高木京染店、あ、当時ですね、うん、第2回カーニバルの時は、うん、高木京染店っていう名前だったんだけれども、うん、自分でそういう名前に縛られずにやりたいんだというふうに話していて、ま、いつの間にかこういうような形になったと。はあ、じゃあその時は、まあ、千くんは、どんな立場でいらっしゃったんですか。はい、僕はですね着物の小売屋さんにおりました。あ、例えば私みたいなね呉服屋さんに勤めてらっしゃったんですね。サラリーマンだったわけです、はい、で高木さんは、はい、高木京染店の名前で作品をカーニバルに出て見ていただいたり自分で作ったりはしていました。その自分でじゃあその作ったりっていうきっかけはどんなきっかけだったんですか。はい、ですね、私極級着物の第1回の時に、うん、柴川さんとか、はい、皆さん高橋さんとかね、はいはい、藤井さんとかと一緒に、はい、
第1回にやらせてもらったんですよ。その時に出会った仮想業の中野さんっていう方がいらっしゃるんですけど、いらっしゃいますね。こちらの方に書いてみたらって、私自分が絵を描く仕事とかをテレビ関係のとかでしていたので、墨絵を描いたりとかイラスト描いたりしていたので、で書いてみたらって言われて書き始めたのがきっかけで、このような形になりました。そういうことだったんですね。はい、まあ極急着物のね、はい、が先だったんですね。じゃあそうですね、あのご縁がなかったら、一言がなかったら今始まってなかったと思います。じゃあ僕と高木さんが出会ったのも、じゃあ東京だ。そうですね、あの極急の前に、はい、なんか自学実習塾みたいな。そうですね、先生でした。あ、私そうあったかも。あ、その時に僕が講師で行った時に、たまたまのりちゃんが、はい、やっ、行ってた。まだあの時は店もついでもつぐつもりもなくて、はい、とりあえずもうどうしたらいいけどかわからないけど、着物関係の仕事がしたくて、はいはいはい、っていう形で。ああ、そうだったんですね。じゃあそれがきっかけで、まあこのようにね、お二人がね、近づいて、結局そのじゃあ実際に今千の月っていう名前になってるわけですけど、はい、そのお二人がそうやって自分の着物を描いてほしいから始まって、じゃあどのようにしてじゃあ今千の月っていう風になったんですか。そうですね、まあいろいろあったんですけれども、はい、難しいな。難しいんですか。こうどういうところをかいつまんでお話ししましょう。そうですね、例えばその間に、高木さんと恋仲になったとか。なってない。あ、なってない。違う、違うんですね。違うんですね、それは。はい。ということは、その、まあ、第3回目のカーニバルもやりましたよね、東京で。はい。その時から千の月でしたかね。その時は、まだ高木京染店でしたね。ということは、今回4回目やりましたよね、京都で。はい。はい、その時に、僕が初めて、まあ、主催者ですね、聞いたら、今回は千の月でやらせてほしいと。はいはい、言われたので、じゃあそのぐらいのタイミングで多分千の月っていうのはできたんだろうと。そうですね。で2人で今回は、まあ、千の月として出展させてくださいっていうふうに僕も聞いて、でまあ皆さんにとっては、まあ、高木さんは高木さん高木さんとか、はい、のりちゃんのりちゃんって言われてるんですけども、今はもう2人でじゃあお互いのその例えば得意なところを伸ばし合って、じゃあ一緒にやろうよっていう感じになったんですか。そうです、そうです。なんか俺が説明しちゃいましたね。これおかしいな。もちろん知ってましたけど。普通はね、これはねゲストがねこうやってくれるんだけど、難しいって難しいって言っちゃったもんね。ちょっとディレクターさんも実はいろいろ知ってたんですよね。そうですね、はい、どうしようかと思うよ。出てきました。まあちょっとまあ緊張なさったらということもありますので、ちょっと今ほぐしてみたんですけども、実際にじゃあそのもう1回目から実は高木さんは、名前は違えど、こうやって自分の作品を出していただいてて、はい、で僕もカーニバル4回目やってましたけども、毎回ね、まあ僕も感じてたのはもうレベルも上がってきてる、うん、それからファンの方もついてるとか言って、この前の4回目のカーニバルなんかは二人にとって結構まあ少しこうまあなんていうんですかね、手応えは感じられましたか。そうですね、はい、いい意味で衝撃的でした。ほう、衝撃的。はい、お客さんがですね、はい、わざわざあなたたちを見に来たんだと、うん、で作品をもう欲しいと、そういうお気持ちでいらしてくださった方がはい、おりまして、うん、僕たち本当に必要とされてるんだなと。ありがたいなと。うん、ありがたいですよね。やっぱり4回カーニバルやってきて、うん、まあ、その間にはね、つい、まあ3月でしたかね、演習募面のイベントの時に、はい、ぬくもり工房さんでね、実はそこにいますけど、はい、これは出さなきゃいけないなと思ってぬくもり工房さんのイベントで、私がぬくもり工房さんと、コラボイベントをしますよって言った時に、僕も真っ先に頭の中に思い浮かんだのが、あ、演習といえば浜松の高木さんいらっしゃるということで、あ、これはお声をかけさせてもらわなきゃいけない。しかも演習モメンでその時にもうすでにね、絵を描いてらっしゃったので、そこでの、まあ、イベントで、まあ、一緒にやらせていただいた時から、まあ、皆さんに対してですね、アセンの月っていうのがこのようにやってるんだって、
で分かってくださったと思う人もたくさんいると思うので、実際はね今日ここに商品をねたくさん、まあ、持ってきてくださって、どんなそうは言ってもね千の月千の月ってさっきは名前ばか出てきてるけども、お前ら何やってんだというところに今度今からは入ってきてあります。実際は千の月としてどんな商品とか作ったりとか提案をされてるんですか？はい、まあ、多岐にわたります。多岐にわたっちゃうの？そうですね、まあ、主だったものは羽襟作ってますし帯作ってますし着物もやってます。ただ今一番喜ばれてるのが半幅帯ですね、はい、半幅帯ね、はいはい、これ実は東江もね最近こうお付き合いがありますので、実はお店でね扱わせていただくようになりましたので、東江でも皆さんね見ることができるんですけども、今日はねそれを全部というか、紹介もできますし、何よりも、まあ、今日の題名になりました、はい、なんとのりちゃんがちょっとドキドキしてると思うんですけども、実演が皆さんね、見られるということでこれディレクターさん見たいですよね。見たいですね。これね、ばかりはね、もうこれだけでもいいぐらいですね。何も語るなと。喋、はい、らなくていいですね。黙々と、この二人は。あ、まあ皆さんもですね、ソーシャルストリームの方ね、今ね、こう画面右手のソーシャルストリームの方に、ぜひともね、どんな風に書いてるのかとか、質問などありましたらね、お答えしますし。まずでもね、僕が聞きたいのはその実演の前に、はい、お二人のそのコンセプトですね、はい、千の月っていうのは今の着物の帯は作ってる、羽入りも作ってる、着物も作ってるってお聞きしたんですけども、それでもすごく全部にジャンルがあるじゃないですか、はい、この業界って、はい、例えば式服なのかとか普段着なのかとか、はい、そういうテリトリーの中で自分たちが目指す先はどんなところなんですか？そうですね、僕たちはですね、はい、着物を着るのがものすごい好きなんです、うんうん、で自分たちも着たいと思ってますし、ぜひそういう人に手に取ってもらいたいと思ってます、はい、ですので着物も帯もそうなんですけれども、うん、ほとんど8割以上は木綿で作っています、うん、ということは、まあ、東江にちょっとだいぶ立ち位置が近いと思うんですけど、はい、普段着の着物として、はい、ファッションの一つとして、はい、着物を楽しんでもらいたい、はい、気軽に楽しんでもらえたらと思ってます。うん、まあそうじゃなかったら呼んでませんけど手落としながらいつも喋ってますよね、はい、ごめんなさいね皆さん、放送なのにこういつもの会話になってしまって、はい、でそのまあ自分たちのねそういう、まあ、皆さんに楽しんでいただきたいという思いで、まあ高木さんが、今から、まあ、書いたりとか今までこう染めてきたものっていうのが、今から紹介していきたいなと思うんですけども、はい、まず実演に入る前にですね、はい、今日結構千くんの方から、いろんな写真を送っていただきまして、送らせていただきました。ものを作ってるのでものづくりですね、千の月のものづくりから説明をさせていただきたいなと思いますけども、はい、ディレクターさんそんな暇はないですよ。まずはねその1からいきましょうかね、はい、まずねその1っていうことで写真が出てくると思います。はい、何かやってらっしゃいますね。はい、あ、これですね。はい、この辺からいきますかね。はい、はい、お願いします。まずこれ何ですかね。これはこれですね。あ、画像今出てるんですか。出ます。こっちはねタイムラグがありますので気にせず。あ、なるほどなるほど。はい、あちらで、はい。はい。これはですね、木綿を染めるために必要な薬品と、定着させるために必要な薬品です。ああ、そういういろんな薬剤をこう使って。そうです。まあ染めていくんですよね。そうですそうです。はい、次行きましょうか。はい。でこれはですね、木綿を染めるために、まあ、染めるというか、はい、段階がいくつかあるんですけれども、はい、染める前の下処理。まあ、高木さんが書く段階、それと書いたやつを定着させるという段階ですね、うんうんうん、その1段階目と3段階目で使う道具です。あ、それ道具なんですね、はい、やっぱりこう染めるっていうことはただ書いてるだけじゃなくって、はい、いろんな工程があると。そうですね、生地の準備から始めないときちんと染まらないので。うん、それは本当にね分かります。でその今のね
この道具の他にまだまだありますよ。ちょっと暗い画面でも大丈夫ですか。これね、なんでこんな暗い写真送ってくるの。挑戦状です。我々テレビジョンがこれをこうどうにか処理しろおっしゃってるのかなと思いましたけども、このあのね、優しい私はやはりそのまま見せよ う、 うありのままが一番、ありのままで。これは私どもの腕でございます。写真の腕で、ね、うん、私の腕でございます。これは何ですか、この写真は、暗いのは。はい、これがですね、あの一番最初に、はい、使う工程の薬品です。はい。反物っていうのは糊を噛んでいます。はい。糊を噛んでいたところに直接染料で色を入れてもですね、はい、糊が弾いて中にきちっと入っていかないんです。うん、わかります。あのこれは僕もちょっと専門的な方で木綿のことよくやってますので。やっぱり木綿の織物って特に織るときに糊気をつけて織らないと糸が切れたりとか毛羽立ったりしてしまうので、そういうことをするんですけども、逆にそれが邪魔になって、そうです。で木綿 の、 あの織物っていうのは、まあ、皆さんもよくアズマテレビジョンを聞いてくださっている方はよくわかってるんですけども、先染めの織物なんですよね。で先染めの織物っていうのは、まあ、お二人はもう専門家ですからね、あの糸の1本から染まっているものをこう織り込んでいくわけです。で、後染めのものっていうのが着物業界には圧倒的に多くって、例えば皆さんがよく知っているものであると古紋の着物とか訪問着とか、そういうものっていうのは実は白い生地から、作られてるんですよね。で白生地から例えば染まらないところを先に書いておいて、で、黒く染めたりとかして、後からその染まらなくなったところに手を刺していくんですけども、木綿の場合はやっぱりその糊っていうのが邪魔をしてしまうから、先にこの薬剤を使って、下処理をするわけですね。そうです。酵素なんですけれども、はい、木綿についているのに、うん、このでんぷんを、分解してくれる酵素が中に入っています。はい、はい、でそれを混ぜることによって、はい、まあ、そして煮沸、まあ、結構いい温度、うん、80度とかそのぐらいなんですけれど、はい、煮ることによって糊を落とします。あ、じゃあ結構高温でこうちょっと煮て糊気を落とすわけですね。そうです、そうです。はい、じゃあ次ディレクターさんいってみますか。ちょ暗くてごめんなさいね。すいません私の、はい、あ、いよいよね、これ絵が出てきましたね。はい、これはのりさんから、はい、はい、図案を何を書こうか考えるっていうのがすごく実は一番時間がかかるとこで、はい、何を書こうかモチーフを決めて、さらにそれをどんな風に絵にするか、どんなタッチで書くかっていうことを考えている段階ですね。それがデッサンみたいなもんですね、はい、デッサンですね。それを何枚もすっごい書きます。あ、いろいろ書いて、はい、まあ、自分の中でまず頭に思い浮かんだものをとにかく書いて、はい、いろんなものを見たりとか調べたりとかしながら、はい、うん、この辺はまあ線の月としては今のこう分けているわけですね、仕事を。そうです。まあ線くんがそういう下処理とかをして、で、のりちゃんはその間にまあいろんなデッサンとか、はい、あのデザインを考えて、はい、そうですね、でこういう木綿にこういうものを描こうとか、はい、そうですね、考えていらっしゃる段階なんですね。はい、はい、続いて、はい、はい、これ型紙みたいなもんですね。そうですね、円周木綿はもともと色がついている生地なので、白く色を抜く必要があったりするんですね。そうすると綺麗に、はいはい、色が乗せられるの で、はい、で白が生えたりもするので、そのための糊を置く型紙です。あ、その色を抜くための、まあ、抜くためなんですよね、はい、これもさっき言った白生地から描いてるわけじゃないので、はい、この上から描いてしまうと、例えば色の上から描いてしまうと、はい、その色が出てしまうので、はい、邪魔してしまうと、はい、でそれをまず抜くために、はい、そのデザインの大枠を型で彫って、はい、そうですね、濃い色の生地でしたら、はい、そういう風に抜いてからやるためのこの型ということ、はい、はい、その次はそれが抜染、色を抜くための糊ですね。あ、はい、今のものを塗るわけですね。はい、そうですね。じゃあちょっとそれを次に、これですね、型を使って塗ります。これ抜いていくわけ、塗っていくわけですね、型の上から、はい、はいはい、そしてそのもう一個の画面が塗った、はい、型を取った状態、はい、そうですね、濡れているようなフォークの形に糊が乗っていますね、はい、これが抜染剤な、抜染剤です、はい、で続いて
それがで、はい、あのアイロンでスチームをかけると、はい、熱と蒸気でそのように白く抜けた部分が色が抜けます。出てくるんですね。はい、抜染剤は落とさずに。その後に落としますね。はい、この後水で、うん、はい、柔らかの量を柔らかくして洗って落とします。はい、そういうことなんですね。でこれがその綺麗に抜けてますね。綺麗に抜けますね。遠心木綿、はい、相性が良かったみたいで抜染剤と、はい、他の木綿だと抜けない場合もあったんですけど、はい、綺麗に抜けてますね。遠心木綿は本当に相性が良かったみたいです。でその次がじゃあ抜いた後にその洗った後ですね。はい。実際にこうやって色を中に描いていくんですか。そうですね。筆を使って描いていく。描いていきます。あら、その次。はい、続いては描いた後に、はい、こっちは、はい、あ、入ってすぐにね、どうぞ早いですね、ダメだってしょうがないみたいな、すいません、私ちょっとどうぞ、センサーの番ですね、はい、はい、今度はですね、まあ、そのまんまですと色が落ちてしまうんで、はいはいはい、定着という作業をいたします。いくら抜染剤で抜いてあってもまた色が抜けちゃう、その描いたやつが抜けちゃうから、はい、定着剤。そうです、はい、それを塗っていくわけですね。はい、アルカリ性のものなんですけれども、はい、こちらを塗りまして、はい、まあ、結構いい時間放置するんですよね。はい、何種類かアルカリ剤もあるんですけれども、はい、染料屋さんと相談した結果、はい、まあ、ある程度アルカリ の性質が弱くてですね、長時間放置しておくものの方が発色がいいということで、はい、今ではこちらを使っています。あ、いろんなことをこう試しながら今これにたどり着いてるってことですね。そうですね。ですから、まあ、一つの、まあ、ここまでの工程にもうかなりのね細かい作業が必要なわけですね。はい、じゃあ続いてディレクターさん、さっきからそれは何をやってるんですか。ソーシャルがね。あ、ソーシャルをここからじゃないと打てないんですよ。ああ、そういうことなんですね。下準備で。はい、了解しました。で、はい、これはですね、そのつけたアルカリをですね、はい、落とす作業ですね。あ、それをもう洗わないとね、やっぱりアルカリ剤がついたままだとはいけませんので、はい、それをこう一回洗うわけですね。はい、これも温度をかけて。そうです。はい、すいませんね、言葉が足りませんで、アルカリ剤をつけた後一回洗って脱水して乾かします。はい、その後に余分な染料がついているので、その余分な染料を落とす、洗い流すと。そうです、そうです、洗い流す作業です。はい、はいはい、続いていきましょうか。これは何でしょうか。はい、これは似てるところですね。ああ、それを今ね、そうです、そうです、きれいにしているところですね。はい、洗い落としているところです。はい、その次はこれまたこれって、あ、これ違いますね。これは別のものです。これはこれはな、そのなんとかはもう終わりですね、ここでね。おしまいですね。これで今また干して、で製品に実際になるという感じでよろしいでしょうか。そうですね、色止めもしてますね。そうですね、はい、蒸して。蒸しではなく、はい、ごめんなさい、写真がなくて。あ、いいですよ、はい、はい、この後にもう一個工程あるんです、はい、色止めの液に、はい、お洗濯した時とかに色が落ちないようにとか、はい、お気にした時に色が出ないように、色が出ないようにっていう色止めをしております。うん、ああ、じゃあその自分たちでそのね、そのなるべくせっかくお客さんが使うものだから色が抜けないように。はい、そうですね、安心して使ってもらえたらと思っているので、はい、そこまでね、はい、やっているということで、はい、いやー、これで一連の作業がね、こう写真で説明していただきまして、まあ、よくわからない写真もありましたけど、ね、まあ、でもとにかく皆さんに分かっていただいたと思うのは、もう手書きの帯だよって言っても、はい、まあ、パッと書いて終わるものじゃないんですね、ディレクターさん。そうみたいですね。ちゃんとでも洗濯しても落ちないっていうのがやっぱり一番重要なところかなと。そうですね、やっぱり製品となるには、まあ、趣味で書かれてる方たくさんいらっしゃって、僕のお客様でもね、例えば、なんていうんですかね、そのまま書けるやつもあるじゃないですか、はい、そういうもので書いて、まあ、失敗しちゃった人もいて、そうやって色が抜けちゃったりとか、はい、着物に移っちゃったりとか、そういうのもある中で、やはり線の付きというところで、まあ、自分たちがプロとしてねやっていくっていうことで、まあ、その今いわゆる僕らの業界用語で言えば、まあ、堅牢度みたいなテストも、はい、しているわけですね。はい、してます。うん、でなるべくお客さんに安心安全なもので使ってもらいたいと、はい、じゃあそういうことで、まあ、千の月さんが今までやってきたことと、ここにね、やはりやっときましたよ。
ちょっとこう、だんだんこうちっちゃくなってきてるんですけど、もうのりちゃんはアップしてほしいですけど、ね、高木さんの出番でございます。クローズアップして、2つのカメラでね、狙っていきたいかなと思います。でちょっとその間にせんくんと、いろいろちょっと喋りながらでもいきますけども、まずは高木さんのこの今木綿がここに置いてあるんですけども、はい、下準備をされてますね。はい、はい、何でしょうかこの線、線一応 ね、この半幅帯ですから、はいはい、半幅帯の、はい、中心を中心になるように、はい、中心のところにまずは線を引いてあるんです、はい、線をつけて、はいはい、この辺りが、はい、あの帯の前腹に来るように、はい、前に来るようにという形で、はいはい、で縫い代もちゃんと書いてあるんです ね、この上と下にね、はい、一応17センチぐらいの帯を想定してっていう形でやってます、はい、で、いきなり半幅に切ってあるわけじゃないんですね、ここで。そうですね、はい、段物だと半幅が 2つ分取れるので、はい、2つ同じ色ができるような形で、あ、両面が同じ、はい、よりできるように、はい、初めから折って輪になるってことですね、はい、この辺がね。そうです、あの 切ってしまって最終的にやっていくと、はい、柄が2つできます、はい、さあその準備の後にいよいよやっていくわけですね、はい、さあやっていってもらいましょうか、はい、これせんくんもいつも見てますか。いや、そんなに毎度毎度見てるわけじゃないんですよね、はいはい、じゃあ今日はそれも全部ね、そうですね。いや、これやるでしょ、書き始めていただければと思います、そんな凝視されるんですか。凝視はね、皆さんは画面でしてるから大丈夫、一、うん、人あそこで凝視する人います。ここでされるとなみたいな、まあ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 、僕らは喋ってきますけども、やっぱりこう高木さんがね、今日はでもどんなモチーフを描かれるつもりなんでしょうかね。一応そうですね、いつも多い木を、あ、そう、高木さんといえば木のモチーフ多いですからね、はい、それが皆さんに受けてらっしゃる。そうですね、とてもね、植物を、うん、まあ、うんうん、描かれるのが素敵でですね。はい、どうぞどうぞ、はい、いや怖い。はい、でそれで、もともとテレビの制作会社で、はいはい、墨を描いていらした時代とか、はい、あとはまあ、絵の背景を描いていたとか、そういう時代、そういう経緯がありまして、はいはいはい、はい、植物系に関してはもうピカイチなんですよね。ピカイチなんですね。素晴らしいです。下書きなしで書いていかれてますね。はい、下書きしてしまうと、はい、青花ペンっていう消えるペンもあるんですけど、あ、ありますね、はい、その下書きに引っ張られてしまって、はい、そのなんでしょう、面白い感じにならないというか、そうですね、固くなっちゃう、戻っただけの線になってしまうので、先にイメージは決めていたりはするんですけど、はい、なるべく自分の感性の赴くままに書いてしまうと、ね、はい、下書きはまあどっかの紙にしてあったりとかして、そうですね、はい、先に何度も練習したり、はい、どんな風に書くかっていうのは決めていたりはするんですけど、はい、あの下書きするとしても、はい、この辺に木棒あの葉っぱみたいな、あ、もう全然すごくラフな感じですることの方が多いですね。で 今はもうそのまま素書きで書かれてますけども、はい、こういうふうにさっきみたいに抜線しなくてこのまま書いちゃう時もあるんですね。そうですね、あの薄い色の生地でしたら、はい、あの色が綺麗にのるので、はい、そのまま書いていたりしますね、はい、うん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 、これこの後にせんくんがいわゆる定着をするとか。そうです、はい、そうです、はい、まずはやっぱり木を書いていくんですよ、はい、書いていきます。これさ、多分僕ら資料とか書くと絶対下書きしますよね。これ難しいですよ本当に。でもなぞってなぞっておかしくなって、最後はもうなんかどうなっちゃったの、何を書いてるんだろうっていう。そうそうそう、さすがやっぱり生き生きとした感じの今書いていかれますけども、すごい緊張してますよ。ちょっとね、あのそれをほぐそうと思って今ね喋ってるんですけども、はいはい、でもこうまあいわゆる自分がこうある程度モチーフを頭の中に描きながら、そうですね、うん、色合いとかはどうですか自分の中で。色目、例えば紫がすごく多いなと思ってるんですけど。そうですね、お好きなんですか紫。紫が、はい、好きですね。どうしても好きな色とかが多くなってしまうんですけど、うん、はい、ただ演習もめいろんな色があるので、はい、先に生地を見て、うん、何を描くとかは決めてないんですよ。
決めてなくって、うん、とりあえず好きな色をこれが欲しいという感じで置いていくと、仕入れて買って、はい、その後この色に合うモチーフって何だろう、何が一番映えるかなっていう感じで考えていきます。はい、はい、いや今は葉っぱか何かをこう乗せて始まる、はい、なんか緊張しますよね。やっぱり緊張しますよね、それ分かりますよ。今ね実はね、あのソーシャルストリームでね、もうなんか気楽なこと言ってらっしゃる方がいらっしゃったんですけど、栗田さんっていう人知ってますか、ディレクターさん。また実演していただけるそうですよ。なんかワイもまた実演するかなと、結構強気な発言がいらっしゃる。栗田さんか、栗田さん、いや栗田さんがね、実演見たらね、きっと職人魂がね、メラメラと出てきてしまったんでしょうね。大丈夫ですよ、のりちゃん。はい、そのね、栗田さんってね、はい、実はね、このテレビジョン初出演の時にですね、はい、何を喋ってるのかわからないが緊張されてましたんですね。ねえ、ディレクターさん。まさかワイも実演しようかななんて言う人じゃなかったですよね、ディレクターさん。そうですね、緊張がにじみ出てます。で、おじさん、サーセンってね、サーセン。すいません、お話は伺っておりました。いや、ちょっとね、いただいてください、ちょっと。はい。うん、はい、実演はこうやるもんだよ。いやでも、栗田さん、実はすごいスペシャリストなんですよね。そうですね。もう超プロですよね。そうですね。もう先生ですもんね。はい。近々、お願いしたい仕事がございます。はい、そうそう、のりちゃんたちがこう、染色師だとすると、はい、直し屋さんは染色補正師、はい、ね、はい、逆に言うともう本当にシミを抜く方の人、はい、そうですね、あと補正して描く方の人、はい、で栗田さんの場合はもうお仕事的にはこののりちゃんが描いたようなものを、はい、例えばこうここが汚れちゃったとか、はい、そういうものを今度は色を、はい、足して、はい、消すっていうマジックみたいな仕事をされてるんですよね。はい、そうですね、すごいですよね皆さん。これは何ですか、ここに滲んでいるようなこの、はい、水ですかね。あ水を、はい、薄める、染料を薄める液なんですけど、はい、そこに染料を乗せていくと、はい、ちょっとこうにじんだりとか、そういうことなんですね、はい、水の上に染料を乗せて滲ませるっていうことですね。はい、高木さんの作品の一つとしてこのわざとにじませるっていうところは、マセン君もねやっぱりいつも特徴的だよという感じでおっしゃってるんですけども、こういうところもね個性が出てるっていうか思うんですけど、なかなか着物のこういったものでなんていうんだろうな、はいはいはい、いいですよ、どうぞ。にじませるっていうのは見ないかなと思うんですね。はいはい、どっちかというと着物業界ってこういう手書きのものっていうのは今まで写実的なものが多かったんです、うん、写実的っていうのはなるべくその例えば植物ならそれのまあ特徴をきちっと捉えてしっかりとそのものに、まあ、ほとんど描写するっていう形なんですけども、高木さんのこのまあ作品を見るといわゆるちょっとこうデフォルメしてあるとかそういうにじみをわざと出して、なんていうんですかね、崩してるっていうと失礼かもしれませんけど、はい、そういうところありますよね。そうですね、うん、はい、やっぱ意識してちょっとなんかこうボケ感を出したりとかにじみを出したりとか、そうですね、きっちりはい、なんていうんですか、リアルなものよりも、はい、ちょっとこう柔らかいリアルすぎないものの方が、はい、自分が着たいなって思うので、はい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 、そのあたりを考えて自分が着たいレベルぐらいな、はいはいはい、ものを意識しながら描いていくと、はい、そうですね、今ね、じゃあ、奏者で追いますけども、トムのママさんですね、こんばんは、素人のおバカな疑問ですけども、あ、間違えちゃったってありますよねと。はいはい、はい、ありますね、ありますね、はい、それはまあでもその自分の作風の中で、はい、こう、あ、間違えたけども、はい、もしかしたらこうすれば生きるんじゃないかとかっていうふうにする時もあります。 ありますね、直すというか、はい、じゃあここやっちゃったからここにじゃあちょっと柄を足して生かして生かしてっていうこともあるし、はい、それで良くなることもありますし、はい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 、はい、あと抜染ができるので、はい、あ、じゃあ色を抜いてちょっとやり直そうっていう場合もありますね。そういうことなんですね、
おっと、もう皆さんね、オールスターズが揃ってきましたやだよ。ー、やなんと、友下小林さんが、やだ巨匠が見ております。巨匠が、先生、なんと、ね、丹後の、引き染め職人の小林さんも見てらっしゃって、あとですね、絞りごっさんですね、藤井絞りさんも、今日は皆さんがのりちゃんが出るということで、着物業界の重鎮が集まってきてるらしいんですけども、ちょっと危ないものがいろいろできちゃいましたね。でも大丈夫大丈夫、あのいないからここにね。ああ、そうですね。でものりちゃんのこの伸び伸びとして、はい、今あの一人ね、ハリモさんですね、さらさらと筆が動くのが素晴らしいですね、絵心ないので。ありがとうございます。もうおっしゃる通り、僕らなんかこんな風にね、さらさら描けないですよ。本当に恐ろしいもんだと思います。で右と左となんかこう交互にっていうか、なんか僕らはこっちばっか描いちゃったりとかするけど、バランスよくこう見てるんですね。はい、本当はこう全体的に進めていった方がいいなって思うんですけど、はい、進まなすぎるとう申し訳ないなみたいな感じで、ちょっと頑張って、うん、すいません、今日はちょっと早めに描いていただいてるんですけども、まあでもその邪魔してるそうですよ。もちろん、ね、普段はもちろんね、もう普段はもちろん静かなところでね、はい、あの自分にこう、はい、ね、もうちょっと集中して書きますよね。こんなね、あの今日はちょっと皆さんね、こんなも笑いながらもうね、申し訳ないぐらいですけども、失礼しました。でも私が書けって言ったら思うんですけども、はいはい、でもこうやってね、お見せすることによって、僕ね、あのこのテレビジョンでなぜあの超現場主義って自分で思ってるんですけども、やっぱりね、お客様は知ってもらいたいんです。手書きの帯とか手織りとか、うん、まあ、この前も西村織物さんのね、例えば機械織りの帯とかはやっぱり安いんじゃないかとか、はいはい、皆さん勝手なちょっと思いがあったりとかして、はい、で着物屋さんが喋っても実はあ、お前が売りたいがダメだろって思われちゃうことがあったりとか、あの、あるので、例えば同じ日本人が例えば働いているとして、で機械織りに、普通のあの大量生産の洋服 の、 あの、うん、食器だと一人責任者がいたら5台か10台は簡単に動いているんですよ、自動的に。でも今日のね、あの今日実は帯新工場さんも言ったけども、ちゃんと目の前で食器を見ていて、人が一人機械折りであっても2台か3台しか見れてないんですよ。ですから、機械折りであってもね、着物業界が織っているものはすごくレベルの高い織物を作っているので時間がかかっているんです。ですから、同じような織物でも、着物の方が高価になる。でもその分だけ普通の、まあ、皆さんの一般的な織物よりも、全然クオリティ高いんですよと。分かります。だから高いんですよと。で例えば手書きの帯でもこうやって、まあ、生中継で今はやってますけど、ババッとやってますけども、今の工程が全てあって、この帯一本になるまでに、まあ、結構な時間が、1日2日じゃできませんね。できませんね。のり抜きして乾かすのにもう半日以上かかりますし、はい、乾かす工程が、はい、まあ、私どものところだと最低でも5回ありますんで、はい、あ、最低でも5回あるんですね、はい。まあ、もちろん並行してできるものは合理的にね、そうですね、やれるんですけど、まあ、とにかくこの高木さんが書いているところはもう絶対一人で書くしかないのでね、はい、こういうところにね、皆さんもちょっと手書きのものっていうところの、まあ、あの、ある意味その代わりこのように一点物になるわけですから、うん、同じものを書けても書けませんね。そうですね、似たようなものは書けますけど、はい、全く同じにはできないですね、うん。まあ、そこがね、ある意味のその持つ人の喜びになるじゃないですか。これがプリントの帯だったらもう何本でもできてきちゃうわけですよね、また欲しいってなれば、うん。まあ、でもそう、当然それはそれでまたプリントでしかできないような柄とか素敵だなと思えばいいんですけども、やっぱりこの千の月のお二人の作っているものっていうのはこのように一点ずつ、はい、ね、精魂込めて作ってるっていうところが、あの皆さんに伝えてね、いけたらいいですよね。そうですね、うん。なんか僕は変な、なんかどんどん説明しちゃう。せっかく喋ってもね。はい。で、今、絞りごくさんがね、絞りごくさんすごいですよ。何？すごい。いくらぐらいで書いてもらえますかねって。えー、もし藤井絞りの仕事が来たら、美しい着物乗っちゃったね。
モニちゃんちょっと手が震えちゃいますね。震えちゃいますね。ディレクターさん、他の方も誰かありますか。あ、また武田和也さんが入ってましたね。この武田千光さんね。ちゅうかさ、業界人そんなに見なくて。難しいです。武田千光さんが入ってますね。でもね、皆さんでもノリちゃんに注目されてる。で、今ね、あのね、先ほど、はい、一人ゲスト、ね、今日、はい、いらっしゃってるんですけども、どうです、見てな、こう目の前で、なんかすごい、今日来てよかった、たまさん、本当に感動します。こんなの見れるなんて。ね、こうわざとこうでこうぼかして今叩いたりとかして。そうですね、水分取ったりしながら、それでにじみ具合とかが調節できるので。はい、はい、直し屋さんが大人の世界やって言ってますけども、多分おそらくさっきのね、しぼりごくさんとの会話だったと思いますけども、あまりいじめないでくださいね。はい、もちろんね、皆さん、プロの方ばっかりじゃなくて素人の方も入ってきてください。手書きの帯、このように書いてますけどね、今。他にご質問などあれば。ぜひ聞きたいことがあったら、どしどしと。こんな絵が描いてほしいですっていうのは受けてらっしゃったり。ああ、そうですね、今ありますね。今ね、ご質問があったのは、こんな私、絵を描いてほしいんだけどとか、そういうところの辺はどうでしょうかねと。そうですね、まあ、お話伺って、まあ、いろいろアイディアにさせていただいてはいるんですけれども、はい、今私どもまだ未熟で、こう、はい、なんて言えばいいんでしょうかね。今自分たちの作品をまず世に出すことの方を優先してらっしゃる。そうですね、はい、僕たちの特徴としてですね、やっぱり植物だとか、はい、あとはまあ、カトラリーという食器だとかですね、はい、そういうものを、まあ、イメージとして作ってますんで、そういったものがある程度できるようになってから、まあ、ご注文だとかお話だとかはさせていただければなと思ってます。謙遜されてますね。でも確かに僕もね、今日もお話ししてたんですけども、やっぱりこの線の月といえば何っていうのはやっぱり必要だと思うんですね。お客さんは、例えば私はね、例えば僕の場合、ちょっとこうガンダム描いてくれんかしかもこれガンダム、ね、でもガンダムのこれファーストの、ね、しかもね RX78 ゼロのね、はい、プロトタイプガンダムを描いてくれと、はい、言われたら困っちゃいますもんね、はい、逆にね、何それって、何それか分かんないから、で私の作風と違うじゃないと。やっぱりそこは確かにその無理な時もありますよね。そうですね、そういう、だからお客様にまずは今の作風を見ていただいて。そうです、そうです。僕も実は秋物屋っていうのはそういう仕事もサービスとしてしてまして、お客様がこういうのを書いてもらいたいっていうのは小売店の仕事なんですよ。で、小売店が受けて、その方がこういうのを書いてもらいたいって言った時に、その作風、その人が求めている写実的な絵なのか、こういうのりちゃんみたいなこういう絵なのかはこちらが判断をさせていただいて、で私どもがその職人に振るっていうのが実際の作業になっています。はい、ですから職人さんに直接ね、これを描いてもらいたいっていうのはある意味で言うと、お客様からするとまあケチと思うかもしれませんけども、それはその作風がやっぱり生きるものをやっぱり描いた方が僕はいいと思うし、それはお客さんにとっても出来上がったものがイメージ通りになるかならないか、でその辺はこれ小売店の仕事で、我々がサービス業として対価をいただいている部分ってそういうところなんですよ。はい、例えば集めは3代続く呉服屋ですから、今までどんだけたくさんのそういうオリジナルの着物を作ってきましたけども、やっぱり僕らの腕の見せ所は、じゃあのりちゃんのこの作品、この、はい、作風がこの方が思ってる一番合うだろうと思ったら、のりちゃんに無理を言って、こういう方がいるんですけど、木のこういう、例えば、庭のね木を描いてくれとかあるんですよ、うん、自分のところの庭を描いてくれとか、そういう時に、あ、じゃあだったら、それを写実的じゃなくって、ちょっとこうデフォルメして描いてほしいっていう方がいたら、あ、じゃあ高木さんお願いしますと、そういうふうにはこれからねなっていけるといいですよね。そうですね、はい、そうそう、ある程度こうお任せの部分があるの、そうですね、の状態で描く方が、多分職人は生きると思うんですよね。その通りです、うん、これを僕らがこう描け、ああ描け、ここの線はもっと細くしろ、はい、太くしろって言っちゃうと、はいはい、でちょっと職人も困っちゃいますよね。そうですね、
うん、まあ、本当おっしゃる通りで、実はそういうのも試したことがあるんです、はあ、あの私、まあね、やっぱり好みありますからね、はい、で高木さんに無理って、はい、こういうの書いてくれないのか、ああいうの書いてくれないのか、はい、やっぱり高木さんが好きで書いたものと、こっちが無理無理お願いして書いたものだと、うん、タッチ勢いが違うんですよね。まあ慣れてる慣れてないもあるし、やっぱり自分がこういうものを書きたいと思ってるんじゃないものを書こうとすると、まあ多少それはあるでしょうね。いきないです。それはさっき言ってガンダム書いてくれなんて、あ、もう厳しいものがありますね。厳しいでしょうね世代も違えばね、何を言ってるか分かんないけどね。あのディレクターなんかね、はい、カエル描いてくれって言いますよ、はい、言いませんよそんなこと。いや、この人西陣織のね、伝統工芸士にね、はいはい、カエルの柄を作れって言って折らせた人間ですけどね、わざわざカエル の知ってます、ハンチング、ハンチングも、はい、あれ西陣織のね、伝統工芸士に折らせたんですよ。恐ろしい。だから東屋の名前を語るね、語りっそですよね本当に。あれはね、後からね、僕はね、平身抵当にね謝りましたから、ね、すいません、うちのディレクターが無理を言って、してもらったみたいでみたいなね。まあそういうのはね、お笑い話の中でも、でも実際はそういうことがあるんですよ、はい、だから、今のご質問で、オリジナルのものを書きたいけども、今はちょっと作風に、はい、ちょっとこう集中したいと、はい、はい、で皆さんに知ってもらって、 そうですね、その作風が気に入ってくれたらば、それに似合う商品は書いていきたいなと。そうです。ですんで、まあ、僕たち目指してるのはですね、あの、はい、何でもできるっていうものではなくてですね、はい、例えば私こういうのが欲しいな、ああいうのが欲しいな、欲しいのがいっぱいある、である日植物が欲しいなってなった時に、うん、高木さんを思い出してもらえる、千の月を思い出してもらえる、そのぐらい植物だとか、まあ、カトラリーだとか特化した作品作りをしたいなと思っています。うん、千くんすごい上手だ ね、 ありがとうございます。いや本当にでもそういう感じはよくわかりますし、今のでお客様にもよく伝わったと思うんです。で今ね、新一田中さんですね、ディレクターさんは今日は終えますか、ソーシャルは終えてますか、終えてませんか。終えてますよ。なんかもちろん遊んでるんじゃないですかね、iPad で。当たり前じゃないですか。ダメですよ、あなたちゃんと仕事しないと。田中さんが。田中さん、こんばんは。こんばんは。え違いますよ。どこ、あ、なんかすごい、いきなりすごく流れてきた。だから見ててくださいよ、操作者この人に iPad を渡せませんね。ちゃんとソーシャルを追うのが仕事ですから。はい。田中さん、いつか加工日を仕立てていただきたいですね、と。一点物だと生涯大切に愛用できそうです。あ、嬉しいことですね。これは私も思いますね。でもいつか、はい、いつか書いてもらいたい、書きたいですね。着物っていうのはそういういつかとかね、はい、あのよくこのテレビジョンではもうずっと言ってる、僕がこうしたい着物業界っていうのがあって、いつかはクラウンっていう、僕らの親父ぐらいの世代の方たちが、みんながやっぱり車が憧れで欲しくなって、今の時代って実はそういうところが少なくなっちゃったのかなって思うんですよ。今言った iPad なら買える、誰でもが持ってると、はい、iPhone が誰でも持ってるけども、なんか着物ってこうやって一点物とかあるじゃないですか、はい、こういうのを思いさせてくれる、はい、いつかは高木さんの帯が欲しい、いつかは上田君の奄美大島、本場奄美大島が欲しいとか、そういう思いが出てきていただけるとね、はい、やりがいがある仕事になりますよね、はい、ありがたいですね。ねえ、ちょっと話は、まあ、少しずれるかもしれないんですけれども、はいはい、僕の方にも いくらか思いがありましてですね、はい、千の月っていうのはみんなが幸せになるようなものづくりをしたいなと思ってるんです、はい、うん、はい、でどういうふうにしたら幸せになるか、人の手を通したものを提供するのが幸せになるんではないかなと思うんです、うん、うん、というのは、はい、物より思い出、全く同じものがあったとしても、うん、例えば高木さんが書いてくれたと、うん、で高木さんが書いてくれて誰々さんが仕立ててくれたと、うん、でいつもお話ししていてとても楽しい方なんだな、はい、この帯を見るたんびに思い出す、それが、ま、自分の満足感、充実感、喜び、幸せにつながってくるんじゃないかなってはい、いやもうね、なかなか始まって以来一番美しい言葉です、テレビジョンでいろんなゲストを呼びましたけども、
多分ね、はい、最若手ぐらいの感じなんだと思うんですけど、はいはい、その千くんからねこんな素晴らしい言葉が聞けるとはあのっていうか僕がしゃべそういうことしゃべるとですねうさんくさいと思われる可能性があるんですけども、ただ本当にそういう思いを伝えたい、はい、やっぱりそういうところは着物ならではの考え方ではあります、実際にこういう文化をこう引き継いでいくものでもありますので、皆さんには洋服と違ったそういう部分も着物にはあるんだよと思っていただけると、僕なんか今ね千くんが言ってくれたようにこのおじやちぢみ一つとってもですね、はい、やっぱり夏涼しくっていうのは自分の中では、着物業界人では知ってましたけど、分かります、ずっと前から知ってましたけど自分が着たことがなかったんですよね、はい、10年11年ぐらい前ですかね、まだ着物着てないなのに売ってた、うん、でもその時は涼しいですよって言い切ってたけど、お前着たことあんのかよと、でお客さんがそういう感じで言われた時にどもりますよねやっぱり人ってね、うんうん、っていうことはそこに思いがないままお伝えしていた自分がいて、今は違います、今は今日もねさっき着替えてちょっとおじや着ていくかなみたいな感じで出てきましたよね、はい、で中は浅見の地盤着て証券の洗いの地盤、まあ、自分が着ることによって飽きてますから涼しいです、本当に涼しいです、洗うとすぐ乾きますしねっていう付加価値まで伝えれる、はい、洗っても大丈夫、さっき言った高木さんの帯はそこまでやってるから、はい、洗っても大丈夫、そういうところまでね思いが伝わると、そうですよね、熱意が伝えられます、そうなんですよね、はい、やっぱりね、言っておりますけどディレクターさん、君は何をやってるんだね、ソーシャルが打てないからとても不便なんだよイベント情報流してんだろ、ありがとうございます、この本番にあんな風に怒ってすごいびっくりしましたね、大丈夫でしょうかね、不安が減りませんかね、あんな言葉遣いをされるなんてね、はい、本当に私ちょっと今恐ろしい思いしましたけどもディレクターのファンもいるんですけれどね、はい、ディレクターさんね、のりえ伊藤さんですね、書いてらっしゃいますね、物より思い出にお金を払いたいと思いますと、やっぱりそういう方がいらっしゃると嬉しいですよね、はい、やっぱりねこう僕も思うんです、自分もやっぱりいいものを安く買いたいっていうのはこれはみんなが思ってることです、わかります、それは間違いないんですよ、それ僕でもそうですからね、自分の例えば買いたい今度今カメラ買っちゃったんですけど、はい、ついについにカメラを買ったんですけども、やっぱり買うまでの工程すごく調べて、はい、いろいろ例えばホームページ見たりとかしたんですけど、僕は、買うところを決めてあるんです、カメラを、はい、カメラ屋さんがすぐそこにあって、はい、小さい頃から通っている商店街のカメラ屋さんで、僕は仕事まあいわゆる小さい時は知ってるけども、自分が大人になってここに帰って継いで、で、今いろんな商店街でお付き合いがあってお話をしていて人柄とか見てるし、それね価格 .com で叩けばね俺はもう値段の一発で出てきます、ありますね、けども僕が、東屋でインターネット通販を始めたいって思った時にパッと思い浮かんだのが、カメラはカメラに聞かなきゃいけない、はい、で当然調べましたよ、インターネットでも一発でいっぱい出てくるから商品撮影の仕方みたいなの書いてあってもね、いまいち理解できないんですよ、ど素人だから、でもそれの通りにやってもうまく映らない場合もあったりとかして、じゃあ近くのカメラ屋さん聞いてみようって言ったら、もうねその場でカメラを持ってきてくれて、こうでしょこういう風にしてこうやって撮ってこうするとこうなるでしょって教えてくれたんですね、はい、もうねこれより勝るものはないんですよね、で実際にそれをやっぱりこう同じように撮ると間違いないものが撮れるし、でそこでカメラを買った方が僕的にも何かあった時にすぐに聞きに行ける、はい、たとえそれが2万円高かろうが、うん、全くもって僕にとっては意味がないんです、その2万円安い高いが、分かります、だったら5万円高くてもそこで買いたいぐらいの勢いになってるんです、これが今僕がこの着物にも言えることでやっぱり伝えていかないと、いやこのままだとじゃあ中国に生産持ってけって言ってどん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 そうやって海外に出しちゃったじゃないですか、はい、これ全てが悪いわけじゃないですよ、やっぱりみんなが、お値打ちなものが欲しいっていう時代もありますけども、はい、でもやっぱりこういう嗜好品についてはやっぱり自分日本人の手が入ってて、
例えば着物が好きな人が作っているものを着物が好きな人が買っていただけると。おっしゃる通りですね。それを多分千の月さんも東江もなんかこう同じ感度だから、はい、こうカーニバルのメンバーも同じような感度で集まってるんじゃないかなって最近思ってるんですね。なんか変な話ですけれども、私ども千の月、まあ、特に僕はそうなんですけれども、お客様がお金を払って作品を買ったっていう感覚じゃないんですか、はい、お金を払ってその産地を支援してくれるだとか、はい、私たちを支援してくれるだとか、はい、そういう感覚で受け止めるんですよね。まあちょっと大げさですけど、まあでも、うん、そのぐらいの思いで自分たちが仕事をしていると。僕はね、お客さんにはね、そんなことは求めなくていいと思います、はい、今若いからすごく思いが強いと思うんで、僕らの影響を受けすぎですけど、そこはでもね、お客様は違うんですよ。お客様は本当に純粋にこの商品を見て、あ、面白そうだな、かっこいいな、あ、男だったらこれはめたら女子モテるかもとか、そんなね単純なことでいいと思うんです。で、ただしその時に付加価値として小売店がお客様に、これは、お目が高いと、これは実は高木さん千の月っていうのをブランドの帯ですよって、その時に、実は彼女とは僕は深い付き合いでこういうふうでいつも喋り合って、それを手に取っていただいてすごい嬉しいですと、今度千の月のイベントが東江でありますから来ませんかっていうふうになるのがすごくいいことだと思って、はい、そこまでそのなんていう、今千君だとなんか産地を助けるとか、ね、それはお客様はね別にいいんですよ、はい、うん、そこまで思っていただかなくても、その先の僕らが受け止めていけばいいと思うんで、それをみんなでこう分かち合えば、うん、みんながハッピーになるんじゃないかなと。で、先ほどね絞りコップさんがね千君を褒めてらっしゃいましたよ。本当ですか。今日の千君落ち着いてていいですよ。今日のいつも落ち着いてないとそういうことですね。まあ千君といえば私カーニバルで何回もお世話になってましたそうですね、ボランティアスタッフとしてね、はい、いつもすごく活躍してくださってて、はい、もう僕がねその会場にいると千君が前をねみたいな感じで通り過ぎる姿をよく見てますので、今日は千の月のね、千ということで出てきてくださってまして、もう千の月はねこういう店ですよというのをね、はい、こう落ち着いて喋ってくださってますけども、はい、高木さん的にはどうですか今日の千君は。はい、いいと思いますダメらしいですよ。ダメらしい。ドキドキ何が出るかなってドキドキしてますけど、喋るんだろうね。のりちゃん一生懸命だいぶでもねこの喋ってる間にかなり近づいてきましたね。はい、皆さんどうですかこれのりちゃんの作品。ちょっとソーシャルがね実は追えないんですけどね、申し訳ないですね。ソーシャル追えますか。そうですね、ちょっと前の方から引っ張っていただいて、これ一番最初に、はい、水彩画っぽく描くのは何でですかみたいなことを聞かれてたような気がするんですけど。あ、ミミさんですね、はいはい、着物に水彩画っぽいタッチのものは珍しいと、なぜですかと、きっかけは何でしょうかという。きっかけは以前のその映像制作とかやってる時の仕事で墨絵ですか その木とか建物とか東海道五十三次をテーマのものだったので、そのちょっと古い日本の景色とかを描いていたので、はい、でそれはもう墨一色にパソコンで着色するっていう形だったんですけど、そこで墨の濃淡とかを使ってたんですね、はい、でその墨の濃淡にはい、大丈夫です、大丈夫です、はい、染料で色をのせるとちょうど水彩画みたいな形になるので、うん、それを自分がこう得意っていうか、そう、ね、それを生かして得意としていますね。そうですね、それを生かして着物にのせていきたいなと、はい、そう思いました。さあ、これで完成でしょうか。いや、完成ではないですけど、ああすいません、ガーッと申し訳ございません先生、ここら辺でしょうか。イベントがあるらしいので、はいはい、そちらの方ちょっとねご紹介していただけると助かるんですけども、はい、それはね、後から一番最後に、はい、説明しようかなと思ってますから今ディレクターさんが打ってくださってますのでね、じゃあ、ね、はしょっていきましょうか、はい、実はいろんなところに千の月さんがねこれから出展、予定がありまして、実は来週なんと、はい、はい、
埼玉の着物小杉さん、おおほほほ、はい、あの着物カーニバルで非常にお世話になった方で、ものすごいかっこいい方なんですけれども、うん、はい、うん、はい、そちらで、はい、出展させていただくお話になっております。なんと小杉さんとこにお二人しか入って、実演もさせていただきます。あ、実演もさせていただきますということで、はい、来週の金曜日土曜日です。はい、はい、ぜひ皆さんね、着物小杉さん、埼玉県、今ね、関東 地方の方ですね、熊谷にある着物小杉さん、はい、ぜひともね、千くん会えますし、ぜひ、のりちゃんにも会えます、はい、実演も直に見れるらしいですから、はい、いてください。じゃあその次は、はい、日曜日にですね、はい、はい、巣鴨でですね、はい、あの、ま、私どものような作家と言えばいいんでしょうかね、はい、のものが集まってやる小さなイベントがあります、はい、ピアッツァ巣鴨で検索してください、はい、出てきます。ピアッツァ巣鴨で、6月29日ありますと、はい、ディレクターさん、ソーシャルに打っていただかないとツイッターしか出てきてませんね、今のところね。ツイッター、ソーシャルストリームに打っていただけるといいかなと思います。コピーして打ってありますよ。出てきてないですね、ソーシャルストリームには。シャープ着物3代目では出てきますけども、ツイッターでは。はい、続きましょう、そして、7月の12、13とは、はい、はい、7月12、13、川崎ですね、川崎、神奈川県、はい、今出ました、はいはい、こちらで、まあ、初めての個展といえばいいんでしょうか、ね、はい、ギャラリーをお借りして、はい、あの千の月だけでイベントをさせていただきます。はい、千の月だけでイベントをしていただけるってことですね、はい、仕立て屋さんでもやると。そうです。あ、これはまたちょっとまたいいコラボレーションですね。ですので、その時は仕立てのご相談だとかも受けますし、はい、もちろん私どもの熱意だとか、どういうふうに書いてるんだとか、はい、そういったものもお話できますので、両方と聞けるようになってるってことですね、はい、はい、ありがとうございます。さあですね、あ、時間が今日は見える、あ、はいはい、まだ時間ありますけど、せっかくなので、高木さんの作品もう少しですか。あ、じゃあそろそろ終わりましょうかじゃあ自由なんだ意外と、いやいや、自由ですね。いやいや、僕はわざと止めたんです。はい、わ、はい、かりました。で、そろそろしましょう。だいぶでもね、出来上がってまいりました。はい、じゃあちょっとディレクターさん、アップしていただいてよろしいですか、ここを。グッとアップしていただいて。乾いてないです。乾いてないですけどもね。ずーっとアップしていきます。はい、こういう感じでね、こうタッチが繊細になっています。こういう、まあ、代表的な、まあのりちゃんの作品なのかなって僕も思います。いいですよね、とても。とてもこう絵になるというか、はい、絵です。うまい絵ですね。あ、これをね、締めると絵になるのかなと、はい、思っておりますけども、お疲れ様でございました、はい、ありがとうございました。さあ皆さんね、続いては、ね、これからがでもね、本当の千の月の紹介になるんじゃないかなと思いますけども、はい、今まで、作ってきたもの、はい、今日これ待ってましたって皆さん思われると思います、一つずつちょっとずつ紹介していきたいと思います、はい、ちょっとこちら、上アップカメラで狙う場合もありますので、はい、こちらちょっと下げていただいていいですか、はい、いいです、もう大丈夫です、下げてもらいますね、はい、ちょっと手伝っていただいて、では千くん、商品の説明もね、ぜひね、いきましょうよね、せっかくだから、今日ね、せっかく来てくださったんで、はい、まずはですね、はい、先ほど、はい、写真でもありました、はい、出来たてのものを、はい、まだ裁断をしていないんですけれども、はい、半幅帯でございます。あ、ちょっと待ってね、これはね、こう見せた方がいいですね、こうやってね、立てないと見えない、これ半幅帯なんですね、はい、これで2本使いですね、上が1本、下が1本、まだ切ってない状態のものです。じゃあちょっとディレクターさん、上から狙ってみましょうか。はい、これね、素晴らしいですよ。もうちょっと引いてもらいましょうか。ちょっとりょうちゃん、ここ持ってて、うん、はい、はい、どうぞ。私どもの代表的なカトラリーの作品、はい、はい、この上の方ですね。そうです。じゃあこっちからいきましょうか。はい、はい、食器をですね、まあ、好きで描いてるんですけれども、すごい、はい、綺麗、
アンティークのスプーンだとかフォークだとかバターナイフ、例えばこれなんかだとアイスクリームスプーンのイメージをしていただければいいんじゃないかなと思います。これちょっとアップしたいですね、ディレクターさん。これグッと、これで、ね、細かいんですよ、描画がね、すっごく。はい、このお皿からいきますか。これはのりちゃん、これやっぱり抜染した後に、そうですね、あの型を使って抜染してそこに着色しています。はい、ディレクターさん見えますかね。はい、大丈夫、大丈夫です。じゃあこっちずっと横折っていくと、このようにずっと並んでいくわけですね。これいいですね。これ欲しいですね。これは、これディレクターが欲しいですね、はい、言ってますね。欲しいですね。これ結構ここに至るまでいろいろありまして、いろいろあるっていうのが好きやね。はい、そうです。はい、はい、で、萩さんからお話してもらった方が最初は手書きでこういうふうに書いていたんです。ただそうすると抜染剤がにじんでいくので、途中から型を使って書いていった方がシャープになると。あ、キワがね。そうです、そうです、そうですね。昔のやつは少しボケてましたよね、このキワ、ね。はい、そうですね。ちょっと手作業なところもあって、それも味だとは思うんですけど、今回食器ということでちょっとシャープにしてみたくて型を使ってみました。うん、でそれにこう抜いたところにこう、はい、足していくっていうか、はい、感覚で絵をつけていく。はい、これで立体感を出していこう。そうですね。はい、水彩画のような感じでこれも筆を置いて描いていってます。すごく細かい感じで。こちらは、化粧品かなんか、はい、香水瓶をイメージして、うん、香水ですね。はい、はい、描きました。はい、ありがとうございます。じゃあこちら OK です。ディレクターさん、次行きましょうか。はい、半幅のお話が出たんで、そのまま続けて半幅を何本か、はい、半幅行きましょう。やっぱりね、線の付きといえば半幅。はい、あ、これね、これものりちゃん、これ裏です。あ、はい、いいでしょ。はい、はい、間違えましたこれは、はい、トンボさんですね。これ秋のね、今からいい感じの、はい、はい、あのトンボの柄ですね、半幅帯。これはあの主にやっぱりあの前腹に来るように、はい、なってるんですか。ですね、それはそっちですね。はい、そっちなの。はい、じゃあそっちで、はい、私ども帯についても結構、まあ、こだわりというかありまして、はい、真ん中に、前の真ん中に来るようにもしますし、はいはい、帯留め帯上げを目立たせたいっていう方の場合は、はい、それが真ん中に来るんで少し端にずらして作るということもいたしております。そういうことですね。結び方によって端になるとか。そうです、そうです、そうです。それで帯留めをねつけれるようにとか、そういうのも考えてます。はい、はい、寸法とか帯の長さとか幅も、はい、まだこれ押し立てしてない状態なので、そうですね、押し立てしてないんです、ね、はい、状態なので柄の位置とかも自由に決めていただけるように。そうですね、はい、これは僕ら小売店の、まあ、腕の見せ所もあるんですけども、この場所を、押し立てによってその人のサイズに合わせてね、実はこれワンポイント柄って今までね、着物屋としては売りにくい商材だったのも確かなんですね、うん、それはどういうことかっていうとですね、やはり僕みたいな細いのもいれば、KD さんみたいにね、大きな方もいらっしゃるので、そうするとね、もう例えば、男の加工日でももう、僕の場合は40ぐらい回っちゃうんですけど、はい、30回ってちょっとしか余らない人もいます。わかります。でそれは個性なので、人のやっぱりその押し立てでしかできないところもあるんですね。で千の月さんみたいにこうやって1本ずつ描いてる人にとっては、そういうところまで細かく、せっかくいいものなので細かく対応していきたいというところで、見仕立ての状態で今はやってるんですね、はいはい、長さも左右ともにちょっと長めに撮っているので、はい、押し立ての段階で調整できます。はい、じゃあ続いていきましょう。お、マセギエさん久しぶり久しぶりだねこんばんは、こんばんは友達の挨拶かいや久しぶりだったから。そうですね、確かにお久しぶりですけども、今日電話しましたけどね、はい、喫茶店で出会ったかな、はい、お願いします、はい、そんな雰囲気でしたね。が国鳥です。で、あ、これすごい。実はですね、先ほどと同じような技術で描いてはいるんですけれども、
これだとクレヨン調に見えるんです。クレヨンで描いてるように見えるんですね。おお、いわゆる油絵みたいな感じですか。そうですね、ベタベタと筆のタッチを生かしながらちょっとガサッとしたような。これ上からちょっと狙いますか、軽くね、見たいでしょ目の前で、うん、はい。これちょっと あそこ見ながらずらしてってもらっていいですか、はい、この羽のところですね。はい、羽のところから、はいはい、こんな感じですね。顔があって、これは何ですか。飛び立っている方の翼というか、そういうことですね。描きました。2羽いるんですよね、つまり、はい、うん、2羽が飛んでるところをこう描いてみたと、はい、あー素晴らしい。はい、次行こう、はい、サメ行こうか。サメ、はい、でみんなうちお客様がねこれ飾ったのサメってすごい小さい声でサメって、ね、言われて何人かがこれ気に留められました。すごいって言ってました、はいはい、これねサメなんですね。シャーク、いいですねこれも。そうですね、オタク似合いそうですけど食いつかれそうですか。サメ営業はやめてください。サメでございます。でこれもちょっとこれはやっぱ抜線した後で描くんですか。そうですね、はい、ちょっとディクサさん上から見てもらっていいですか。はい、いきます。はい、どうぞ。はい、はい、このあの白いところを白く抜線しまして、はい、本当に水彩画のような感じで色をのせてます。なんでサメを描こうと思ったんですか。かっこいいからです。かっこいい。ホオジロザメですよねこれは。そうだったかな。もうそれはそれは画伯だから終わると忘れるんですよ、ね、画伯の山下清志郎。これはでも結構レアですよね。ええ、なかなかのりちゃんのタッチでこういうものを描くもの少ないですからね、はい、これはいいと思いますね、はい、もうすごく良かった。はい、次、はい、はい、他には、では私どもそうですね、これぞザッツ線の月、線の月、これはかわいい。これね、上からこれ全体出ないからまあいいや、一回こっち側から端からいきましょう、はい、これ鳥がいるんですね。はい、ちっちゃく鳥がいる、かわいい。あ、結構長く書いてありますねこれは。そうですね、これはちょっと長めに書いている。少しずれても大丈夫ですねこれだったら、前腹がね。だ結び方によってはこれ結構ずれますね。よいしょ、はい、こんな感じになりますよ。これ遠くから見てもこういうなんていうんですかね、立体感ありますよね。そうですね、濃い濃淡が結構あって、はい、あと色を効かせてあるのがすごい素敵なんですよね。うん、ちょっと赤が入ってたりとか、これめっちゃかっこいいよ。いいですねこれは。これは、はい、やはりこれぞ線の月、はい、植物は間違いないです。間違いない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 です。この自信はどこから来たの。自分じゃないのに。そう、自分が描いたわけではない。でもないのに、間違いない。間違いない。まあ、僕が好きで、一目惚れして、はい、こう作品を扱わせてくれとお願いしてるんで、はい、もう作品には惚れてるわけですね。そうなんです。はい、続いて、はい、森岩井さんね、ギリギリ間に合った。はい、間に合ってます。流れ帯も描いてらっしゃるんですよね。はい、もうちょっと長い指いきましょうか。じゃあぜひご紹介させてください。はい、例えばでは楽しいのからいきますね。はい、楽しいのからいきましょう。名古屋帯はですね、はい、木綿ではなくて絹でできてます。絹で書いてらっしゃるんですね。はい、はい、もうもろ僕丸かぶりです、ね、なかなかやってくれるなと思って、はい、はい、どうぞ。はいはい、はい、まあ、ここがお太鼓のとこですね。そうです、もっと前に出しますよ、はい、猫ちゃん、楽器と猫ちゃんがいて、はい、まあ、猫ちゃんが音符のような、あー猫が音符に見立ててあるんですね、はい、ですね、かわいいですねこれ。でこれはあのまあこれなんてチェロ、チェロ、はい、チェロが書いてあって、で猫ちゃんが音符みたいな、かわいいですね。ぜひ前柄も、あ前腹も、あ前腹は音符がズバリ書いてあるんですね、はい、ちょっと見にくいかもしれない。これは絹で、つむぎ地に書いてそうですね、はい、はい、これ締めやすそうです。はい、はい、それからじゃあ高木さんよければ植物、高木さん植物いきますか。これですね、これちりめんですね。そうです、こっちにかかってるのね、これちりめんなんですよこれ。わあ、これも素敵。
白く見えるんですけれど、実は地染めがしてあります、はい、これね、うっすらと青が入ってます。薄くブルーが引いてあるんですね、この白っぽい色なのに、はい、それにまたブルーをかけてると。これはこの木、何の木、気になる木ですか？あ、よく言われます。あしらわれてます。あしらわれてます。すいません、失礼いたしました。いえ、気をつけてください。これね、まあ、立体感ありますよね、はい、ちょっと種が生えてきて物語を感じるような。あ、下からね、種が、はい、芽が出てる感じで、でかい芽ですね。今から育っていくよっていう大きな木の下で、はい、イメージですよね。はい、そうですね、はい、で、前バラもそのように両方と、はい、前バラは木が、はい、書いてありますね。もうこれからこういう名古屋日もちょっとずつ書いてかれる予定は。そうですね、はい、やりたいなとは思っています、ね、絹物もね、はい、あのですね、いいですよね、はい、で、染め帯になりますね、これはね、はい、それから着物もあるんですよね、はい、今日実はのりちゃんが着てるのも自分が書いた着物ですよね、はい、ちょっと紹介しましょうか、はい、2人の着物、あ、はい、ぜひぜひ。じゃあこちら、はい、ディレクターさん、ちょっとズームインしてもらっていいですか。ここね、訪問儀式になってますね。のりちゃんのお蒸し物、素敵ですね。これツタですか。はい、ツタ柄を、はい、で裾の方行くと、裾の方行ってもらっていいですか。こうエヴァで書いてあるんですね、ずっとね、裾模様で、はい、で肩もこれ訪問儀に近いですね。そうですね、こう木綿で訪問儀を作ろうと思って、あ、回ってくれと、はい、木綿で訪問儀を作ろうと思ったのはどういうきっかけですか。この柄をね、はい、普通木綿って訪問儀じゃないですか、はい、これ訪問儀式に絵をつけたのは、はい、やっぱりこの自分の感性の中で普段着物にも、はい、こうエヴァのものがあってもいいんじゃないかっていう。そうですね、エヴァということはそんな気にしてはなかったんですけど、そんな気にしてはなかったですけど、あの、うん、いい位置に柄を入れようって思ったら、うん、あれなんか訪問着みたいになりました。そうか、はい、ま、前に来てほしいなとか、うんうん、はい、ここはこう流れてたら綺麗かなって思ったらそうなりました。が、はい、が、はいですね。この辺がノリちゃんのいいところだ。意図はしなかったが意図されたみたいな、はいはい、あれ重きになったかなみたいな、はい、素晴らしい。それからこれ、センクですね、はい、これ男のものでもちょっとかっこいい感じですね。こちらの身頃だけに書いてあります、下前身頃の方にね、センク、はい、これも高木さんがね、そうです、書いた書ね。これ実は背中にも渡ってるんですね、ここがポイントね、素敵ですね。これは千くんが頼んで、はい、高木さんの作品がどうしても欲しい、はい、お願いしたものの一つではあるんですけれども、はい、まあ、さっきも話したかもしれませんけれど、こういう風にしてくれっていうとちょっと変わったものができてしまうんで、もう完全にお任せでお願いしたものです。おー、素晴らしい、はい、でもこの男性がこういうエヴァのもの、エヴァっていうんですけど、こういう柄がつながってるの、エヴァのものってなかなか難しかったんですよ。今までだとこういうの作っちゃうと、どっちかというとこっちとか、ちょっと女方の人かなっていう感じに見られたりとか、あと演歌歌手とか思われちゃう感じが多かったけど、今日のあのね、あの千くんが着ている着物を見て、あ、これなら男の人欲しいっていう人いっぱいいるんじゃないかなと。ディレクターさんどう感じましたか。これかっこいいですね。これ普通にかっこいいですよね、はい、欲しいですよ、うん、これ以上まあ書かなくてもいい感じの、その、はい、そうですね、ちょうどこの間がちょうどいい、はい、うん、まあ、男だったら、ワンポイントぐらいの感じがとてもいい感じです、ね、うん、いいです、これはよろしいでございます、はい、うるさくなくてすごいかっこいいと思います、うん、うるさくなくてかっこいい、その通り、はい、じゃあちょっとちょっとしゃがみましょうか。はい、で、こちらにも実は、着せた、訪問儀式のエヴァの着物が、素敵な着物がありますね、はい、明和さんの着物なんです、これは明和さんの素材に描かれたんですね、はい、はい、
でこれもやっぱり、静岡県のぬくもり工房さんというところの、記事を使っておりまして、高木さんがやっぱり静岡なんで地元の記事を使いたいという思いから、使ってるものでございます。そうですよね、まあ、この辺りも本当に自分たちの地元のものを使って、それで普段着の着物の中でもこういう提案ができたらいいかなと。すごくかっこいいですね。やっぱりみんな書いてありますよ、かっこいいと。トロゾーちゃん今説明してます、後ろがかっこいいですねと福井智子さんがね、言ってらっしゃいます。ありがとうございます。多分千君の後ろ姿を見てかっこいいよっていうことで、いいですねこれね。これ男もなんかも別にこれからもしかしたら書いていくかもしれません。そうですね、はい、多分私一人だとやってなかったと思うんですけど、千さんがいるので。そうですね、男性は男性の意見を取り入れて、はい、こうかと、やっていけるかと思います、じゃあぜひともね、千の月を男子もの、そうですね、も考えていっていただけると、ゆくゆく強化していきます。そうなんですよ、今男子の方が意外と今日もうちのお客さん多かったんでしょ、で、皆さん、反物を見るときに昔は男用をくださいっていう人多かったんですけど、今はもう反物だから一緒じゃないですか、で意外とうちのお客さんの男子が手に取るのが、僕は何を言わない主義なので、あんまりそう女性物をプッと取って、もちろんその何て言うの、男っぽい女性物でもこうそういうものを手に取られる人が多くて、あそうかと。今の普通の感度、素の感度からするともうなんていうんですかね、男も女もないんだと、いわゆるなんていうのかな、カテゴリー、今までの、勝手に思ってた男もんっていうと黒か紺か茶かグリーンか、ね、もうディレクターも何回も言いましたけど、つまらんと。同じものをみんな着ていたのが、今はもっと垣根を外して、僕はこういうの着たいな、でファッションだからそれでいいじゃないですかっていうところに来てるんじゃないかな。そうですね、もう自分たちがどういうのを着たいかで、感性に合ったら何でもいいじゃないかと、楽しければいいじゃないかと、僕もその通りだと思います、はい。これはくれぐれもね、ちょっと誤解なきようにお願いしたいと思うんですけども、東屋何でも OK っていうのはって言われる人もいるんですけど、もちろんちゃんと分けてて、式服っていうのは僕はね、おっしゃる通りです、はい、やっぱり日本の文化で継承していきたい、その相手を思う心で、それは、自分を目立たせるんじゃなくって、相手の方を要は恥ずかしくないようにとか、相手を思い浮かぶって、こういう衣装が似合う、似合う場所に着ていくっていう場所だと思うんですよ。それはそこにはちゃんとした制約があって、きちっとしたルールがあって、そこは守りつつ、でも今そればっかりが着物、なんかこの20年30年走っちゃった感がありまして、だから若い人にとっては着物って難しいよね、着にくいよね、なんかすごく大変そうだねって思われるんですけども、もうそれはそれでね、当たり前なんです、はい。これは僕から言わせてしまうと、こちらは、例えば食事をするにあたっても、振り袖とか着ましたよね、そういう時はもうスウェーデンで出てきて、別に走ることもしなくって、車もね、向かいが来たりとか、そんなに動かないじゃないですか、はい。だから振り袖はああいう格好になってるんです。でもじゃあそれでね、明日ちょっと友達とね、花火大会見に行くんだってなった時に、振り袖を着てね行ったらね多分1日でもういいわ着物なんてってなっちゃうんです。それは間違いない、そういうものだからしょうがないんです。でそれをちゃんと考えて、普段着の場合はその逆で、いかにその人に合って、そのスタイル、生活スタイルに合って、例えば普段がジーパン T シャツの人だったらそれに合うような着物を選んでほしい、で普段でもワンピースで綺麗に着飾っている女の人だったら、木綿の着物じゃなくって証券の着物で、やってほしい、そういう提案をこれからしていくと非常にこう楽しく、はい、何でもいいんだなんだけど、その人に合わせた何でもいいんだっていうふうに選んでいただければいいかなと。どうでしょうか。その通りだと思います。なんか嬉しかったなその通りだと思いますって言ってくれてましたねでまあね、まとめの時間になりましたけども、実際にですね、そうこれからのね、千の月さん、先ほどいろんなところに、今からこういろんなところに引っ張りだこになってきている感じです、もっともっとね、皆さんに伝えていきたいという思いがあると思いますので、ちょっと今後の千の月の、夢というかですね、はい、
展望を教えていただければ嬉しいかなと思います。そうですね、千の月ではですね、まあ、これからどんどんと作品を増やしていってですね、はい、やっぱり、まあ、ゆくゆくはですね、はい、皆さんのご要望に応えられるような、はいはい、こういうものを作ってほしい、ああいうものを作ってほしい、そういったものにも応えられるような、で、その上で私どもを好きになっていただく、で私もお客様を好きになっていく、そういった形の、はい、仕事ができるようになりたいなと思っております。はい、さあそれでは高木さんはどうでしょうか。はい、そうですねはい頑張りますと。はい、そうですね、まだ未熟な部分も勉強中な部分もとても多いので、はい、精進したいと思います。そうですね、作家としてね、はい、やっぱりこう僕でもそうですよ、今40になりますけども、まだまだ着物は掘れば掘るほどわからないことだらけで、はい、やっぱり今日のね、実は帯芯工場さん行かれてお二人にとっては多分青天の霹靂ぐらいの感動しましたね。やはり、自分の目で見て確かめるっていうことの大切さっていうのは僕も今でも自分で、思っています。ですからこうなるべく皆さんにも、怖いかもしれませんけど、やはり近くの安心できる着物屋さんに飛び込んでいただいてですね、ぜひとも手に取って触っていただいて、何が違うのか、どんな理由でこの値段になっているのかっていうのをちゃんと分かる着物屋さんいっぱいいらっしゃいますので、ぜひともその辺怖がらずにね、はい、我々みたいなのはいっぱいまだいます、はい、このうちに、着物ってもっと楽しいものだっていうのを伝えていけたらなと、はい、思いますので、もちろん、東屋着物広場にもね、これからどんどん千の月さんの商品を僕も扱っていきたいと思いますし、一緒になって成長していきたいと思ってますので、ぜひともね頑張って、はい、これからもぜひ2回目に来た時は、はい、多分皆さんが、はい、もうなんていうんですかね、もうキャーともうこの前の吉田さんのように、はい、もう大記録を作れるような、ね、凱旋で、来ていただけると僕もまたまた嬉しいなと思ってますので、はい、ぜひとも今後ともよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ディレクターさん何かいいことありますか。素敵な笑顔でございます。あー、ソーシャルストリームもすごく頑張って打ってくださってますね、今ねディレクターさんが打ってくださってます、はい、先ほど説明しましたけども、来週小杉さんにも伺うということで、その後ピアッツァ菅門にも行くと、はい、ぜひとも千の月ホームページの方もね、チェックしていただきまして、この2人の動きを注目していただきたいと思います。それではね、今日の放送はこの辺で、はい、終わりたいと思います。いえいえいえ、ちょっと待ってください。何ですか。告知したいことが一つございます。そうですね、これはね、東屋として告知しなきゃいけないことど忘れしてまして、はい、これはディレクターに怒られます。いや、やっぱり僕はね、自分のことは人のことなんですよ、ね、ありがとうございます。偉いでしょ。大体ただ忘れてないだけなんですけども、なんと皆さん今日、本番中にね、発表いたしたいと思います。ちょっとね、前回前々回の番外編では出てましたけども、なんと東屋着物広場テレビジョンもこれで3周年を迎えて、今日150回の放送になります。おめでとうございます。何で俺が外すの。大体1年っていうのは毎週やると52週あります、はい。当然ね、毎週1回カウントしない回もありますので、はい。実は、もう3年になっております。それでですね、まあ去年もやりましたけども、これ毎年恒例になってまいりました東屋ユーストオフ会、オフ会、はい、を開きたいと思っておりまして、納涼会という題名で8月に行いたいと思っております。8月2日です、今年は。お、ディレクターさん打ってくださいますよね。8月2日にですね、なんと今回はいつもは西尾でやってるんですけど、ここの地元で、はい、ちょっとね、遠方の方からですね、西尾だとちょっと、ね、日帰りが厳しいと帰りづらい、夜の宴会ですので、今回は、郵送ができるかどうかちょっと不安はあるんですけども、なんと名古屋で、はい、はい、
名古屋の駅の近くで、皆さんのこの参加状況を見ながらですけども、開きたいと思います。8月2日土曜日でございます。土曜日ですね、はい、はい。それから時間の方はですね、6時開始予定で8時ぐらいに終わるように1時間は やりたいと思います。で、皆さんに、一つね、ここでお願いがございまして、一応あの参加資格というのがございます。一応夜遅くにあのお酒も入るということでございますので、20歳以上の方でお願いしたいと、それからですね、もちろんですけどもユースト視聴者様でお願いしたいと、はい、ただしやっぱりお友達に連れてこないと怖いなとかあったりする、一人でも十分楽しいイベントなんですけど、これ毎年30人から50人ぐらい集めてやってます。今年も50人定員で、今、もうすでに10名くらいが公約をいただいてるんですけども、まだまだ40人ございます。今ディレクターさんが、ソーシャルストリームに打ちまして、今年のあずまやユーストオフ会納涼会の、詳しいご予約受付を、なんとこれ千君の、教えていただいたあのサイト、はい、コクチーズ、コクチーズという、そういう宴会を予約できるサイトですね、に、告知させていただいております。そちらの方にですね、ぜひとも予約をいただいてですね、キャンセルはね大丈夫です。1週間ぐらい前まで受けておりますので、まずは行きたいなと思えばポチッとなと、ポチッとなと、ポチッとなと押していただいて、私どもの方にですねメールが送られてくるようになってますので、ぜひとも皆さん多数の参加を、前回なんかはね遠い方だと、埼玉から、埼玉から、はい、来てくださったりとかですね、九州から来てくださったりとかしていただいているんですよ。でもちろん、ゲスト、この2人はまだ行ってませんけども、ゲスト、今まで出てくださったゲストの皆さんも誘ってまして、今回ももうすでにね先ほど入っていらっしゃった、直し屋さん、それから藤井しぼりさん、藤井しぼりさん、KDC さん、KDC さん、上田君って言ってあの松屋義平さん、松屋義平さん、この4人はもう早くも宿を取ったと思う。すごい。もう藤井しぼりさんに至ってはですね、もう1ヶ月ぐらい前から予約を取って、確かこの番組上で取ってましたよ。この番組で僕がねいつ頃しようかな、2日かなって言った瞬間取りましたって言われてくださって、まあ非常にありがたいこの東谷テレビショー。すごい。はい、皆様方、ぜひとも僕に会うだけじゃなくて、そういう着物業界の皆さんもたくさんいらっしゃるし、その方たちがこんな楽しい人なんだっていうのが実はわかる、納涼会に来ないとわからない、わからない、本当なんですよ。終わった後の二次会もまた着物でとんでもないことが起きておりますので、皆さんね、こんなに楽しいのが着物広場テレビジョンでございますということで、大納涼祭、3周年の大納涼祭、8月2日、今頃 KDC さんがこんばんはと来ましたけども、KDC さんももちろん来てくださると思っておりますので、それではね、この辺でですね、納涼祭の予約をいただきたいというご案内をもちまして、今日の放送は終わりたいと思います。のりちゃんももし来れたら来てくださいね。ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ。ディレクターさんもお疲れ様でございました。それではまた来週。じゃあねー、じゃあねー。